にちは。今日は、統合データベース講演会アジャックス本郷12ということで、講演会、今回はですね DBCLS で、アルバイトをしているリサーチアシスタントさんたちの、成果発表ということで、成果発表会ということで、やっていきたいと思います。ということで、では、統合牧場春のプレゼン祭り始めていきます。今日は第3回統合牧場収穫祭というような副タイトルがついておりましてですね、これはまあ DBCLS データベースセンター for Life Science の提供でお送りいたします。で、皆さんご存知ですけれども DBCLS とは何ぞやというところから、もうこっち向いて喋った方がいいね、とは何ぞやというところからご説明させていただこうと思います。 DBCLS とはデータベースセンター for Life Science の略でありまして、これ後ろに見えますのが東京大学浅野キャンパスのですね工学部12号館という建物があります。で、ここに今居候をしております。居候というのはどういうことかと言いますと、正式、日本語の名称がですね大学共同利用機関法人という法人で、情報システム研究機構という研究機構の下にある、ライフサイエンス統合データベースセンターということになっておりまして、東京大学の所属ではなくて国の研究所というふうな、立ち位置になっております。で、現在東京大学に、間借りしておりまして、こちらに、所在地を持っているということになります。で、DBCLS っていう研究所が何をしているかといいますと、国内を中心としたですね、生命科学系のデータベースや、サービスの、維持また利便性向上のための、研究技術開発というようなことを、行っております。で、こちらに、URL がありますけれども、こういった、いろいろな主にですねウェブページ上で閲覧できるような公共の生命科学のリソースであったりとか、それを使うためのサービスであったりとかっていうようなものを対象にして研究と開発をやっております。で、後でスライドは全部オンラインに上がりますので、その辺はちょっとユーストリームだと見えにくいと、喋ってるけど大丈夫かな、ユーストリームだと見えにくいかもしれないですけど、後でスライドも上がりますので。で、じゃあ今日、散々タイトルに出てきております統合牧場という牧場というふうに普段よく言われるところなんですけど、これは一体何ぞやと言いますと、これは統合ファームと我々呼んでおりまして、これは次世代型の研究のチームであるというふうに我々は呼んで言っております。で、こんな感じで普段作業をしております。和気あいあいとこう学生たちがなんかこんな感じでこんな感じで作業をしております。でですね、リサーチアシスタントっていうのは、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけれども、何ぞやというと、研究、まあ、簡単に言いますとですね、研究活動をお手伝いする学生のアルバイトさんであります。で、統合牧場と言っておるのはですね、そのリサーチアシスタントさんたち DBCLS に所属する RA さんたちが集まって、まあ、研究をする、放牧系の次世代型研究チームということになっております。放牧系というのは一体 何ぞやと言いますとですね、基本的に、こういう研究所であったり研究室の、アシスタントさんというのはお手伝いさんなので、まあ、何がしか指図を受けたりとかですね、こういうことをやってねというようなものをもらって、それを粛々とお手伝いをするというのが、まあ、一般的ではあると思うんですけれども、我々のところではですね、リサーチアシスタントと言っておりながら何をアシストするかというのも自分で決めろという、もうこういうことを我々がやっている、我々のミッションはこうだ、だからお前も何かをやれというような形でですね放牧しております。まあ、もちろんそのまるっきり突き飛ばして先人の谷を突き落とす系ではないのが、放牧系のいいところでして、それなりにこうフィーリングしながらですね、こういうものがあるよこういうものがあるよというのをやって、皆さんをこうにね育っていただきたいというような思いも込めつつ、まあ、いろいろな意味が、込められているんですけれども、そういうような、ちょっと普通の、リサーチアシスタントさんたちとは、違ったような形の、スタイルですね。お、先ほどの音が聞こえましたが、研究の、研究活動をこのような形でやっております。
で実際に何をしているのかというようなところがですね、気になって今日皆さんお越しいただいたと思うんですけれども、と思いきや、誰もお越しいただいてないということなので、まあ、淡々とこうカメラ目線で喋りますけれども、こんな形でですね、まあ、ワイワイとこう作業をしながらこう、麦茶を飲みつつですね、殺菌用のスプレーがなぜかこう、ね、一番真ん中に置いてありましたりとか、熊さんとこう会話をしながらこうプログラミングをしたりとかですね、こんなに大きなディスプレイがあるのに誰も使わずにみんな粛々とこうノートブックでこう作業していたりとかですね、写真を撮るためだけにこうそれっぽいのがいるよねって言ってこういうところにあの本を置いてみたりとかですね、そういうちょっとあのイージーな感じで、作業をしております。もちろんそのあの緩いんですけれども、まあ、みんなちゃんと仕事をやっていますよという写真です。伝わらないですねこういうような感じになっております。で、まあ、詳しくは、この後すぐにですね皆さんが発表していただけるので、そちらを個別の作業についてはそちらを聞きいただければと思います。で、まあ、このプレゼンはですね、その最初の、講習講演会を始める前のイントロとしてですね、時間稼ぎのために僕が急遽作り上げたものなんですけれども、まあ、せっかくですので今やっていることは後で、発表をしていただけるので、これまでのに在籍した RA の人たちがどういうようなことをやっていたかというのをちょっと喋ろうかなと思います。まあ、そんなに長くはなりませんけれども、で、現在はですね、現在の話です。こっちはすいません、東京大学、東京工業大学、東京農工大学、中央大学、お茶の水女子大学というような、大学から、学生さんが来ております。もちろんこれここの学生だけを受け入れているよということではなくて、やりたいという方が、いましたら、もちろん常に、あの面接といいますか、あの話を聞きに来ていただければと思うんですけれども、現在の所属している学生さんたちはこういうような感じになっております。で、学年なんですけれども、学年についてはこの博士課程の学生が3人と、修士課程の学生が6人、学部生が21人というような構成になっております。で、今ここです。僕らはここにいますここにいます。で、ですね、文京区のこう東京大学のところにいまして、まあ、東京大学から来ている子がおり、後楽園の方からですね、来ている中央大学の子とかがおりまして、あれ、三岡谷がどこに行った、お茶の水女子大がありましたね。こういうところから来ております。でもこんなところなんですけど、もうちょっと離れますと、東京工業大学の方からビヤーっと来ていられる方 と、東京農工大の方からビヤーっと来てこられる方と、まあまあ、はるばるやってきてですね、お仕事しておられます。こんな図を何で出したかというのは後で分かるので、まあ、これ置いといて、まあ、こういうところから人が来ておりますよという今の話ですね。で、まあ、今のアシスタントさんたちの話をして、それでその、まあ、今までの人たちはどうだったのかという Now and Then というところに行くんですけれども、統合牧場というような名前を名乗り出したのがですね、実は最近でありまして、 DBCUS 自体は2007年に設立されました。そして2008年にですね、初めてファーストチルドレンと僕らが勝手に呼んでいるんですけれども、初めて RA さんがやってまいりました。で、それからこうじわじわとその RA さんから、始まって、人が増えましてですね、で2009年にですね、我々のチームのことを統合牧場と呼ぼうというような形で設立宣言をしたことになりました。なってます。で、2010年にですね、第1回統合牧場収穫祭ということで、RA さんの成果発表会を行い、で去年ですね、2011年にも第2回統合牧場の収穫祭を行いました。で、皆さんご存知のように去年は大きな地震があってですね、3月の後半はもうしっちゃかめっちゃかだったんですけれども、我々は地震にも負けぬと、強行に会を催しまして、まあでも良い発表会になりまして、それの、そのおかげで新しい RA さんたちもやってきたりして、まあそんな感じで徐々に人が増え続けているというような具合になります。
で昔、在籍した人々が、こんな感じのアイコンの方々がですね、おりましてですね、みんなこれをパッと見ていただけいただいただけで、ああこういう人たちがいたんだなっていうのが分かっていただけると思います。これはもうツイッターのアイコンからですね、拝借してきて、顔写真を出すのはやめてくれという方もいるのでアイコンを持ってきたんですけれども、アイコンなのか何なのかよく分からないような人もおりましてですね、とにかく何が言いたいかというと、すごいいろいろな楽しいメンツが集まってやっておりましたよというようなことでございます。でここでですね、自己紹介してませんでしたので、実はここにいたこのワンちゃんがですね、私でありまして、普段夕方5時になるとビールが飲みたいというようなことを、つぶやくために BBCLS に、在籍しております。ツイッターの ID は INUTLINAT と言います。通称犬と呼ばれてまして、犬呼ばわりされております。統合牧場のただいま牧羊犬としてですね、ビール飲みたいと言っております。で、そんなことは言って、さっきの人たちは、いろんな人たちがおりまして、昔の人たちも、今いる方で知らない方もいるんですけど、ここから来てた人たちなんですかっていうと、それでさっきの地図が伏線だったっていうのが分かるんですけど、はるか遠く筑波大学の方からですね、こうビヤーっとこう関東を旅してですね、文京区の我らが統合牧場にやってきていたというようなものであります。さっきですね、農工大とかね、ちょっと府中から遠いなとか言ってましたけど、かつてはこんなところからですね、もうここ霞ヶ浦ですよ、ここからこうビャーッと来ていたような人もおったと、それぐらい魅力的な環境ですよっていうのが言いたいんだと思います、多分。そういうような具合であります。で、そんな遠いところからわざわざ来てから、せいぜい放牧とか言っているけれども、一体過去にいた人たちは何をしてたんだと言いますとですね、何してなんですかと聞くと、思い思いにですね、サービスの開発をしておりましたというふうに答えていただきました。ここにですね、彼らがこう作っていったサービスを並べましたけれども、一人でたくさん作った人もいれば、この中に作ったもの載ってない人もいますし、いろいろなんですけれども、そんな感じでですね、一つ一つ解説をしていくとちょっと、時間がかかるので、これは全部ですね、統合牧場の、ウェブサイトにですね、まとまっていますので、興味のある方は、昔の人たち、さっきアイコンが並んでいた人たちは何をしていたのかというのが興味ある人は、そちらのウェブサイトをですね、見ていただければと思います。で、今彼らは何をしているのかというのはもうツイッター見てください。僕の口からとても言えないんです。で、こんなところでですね、昔話を終わりにしてですね、この先ほど言いましたけど、過去のプレゼンテーションとかですね、去年一昨年の、収穫祭のプレゼントとかも全部、残っております。で、作った過去のサービスもそうですけども、全部、情報がこちらの G86 ですね、.dbcs.jp という、我々の統合牧場のウェブサイトに残っておりますので、そちらをぜひご覧くださいませ。というあたりでですね、最初のイントロはちょっとだいぶだらだら喋っちゃいましたけど、時間が今日あるのでということで、それでは本編をお楽しみください。以上です。